ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。というか今年もねよろしくお願いいたします。まあ去年はねもう最後虐殺続きのスルラの見取り立て数征伐の遠征、のところでね、終わりましたけども、まあまあまだね見取り立て戦争自体終わってないわけですけども、そこからねいろいろありつつ、スルラがローマに帰還してくるんだよというところで終わったわけですね。ちょっとね今回はそこの経緯も含めてね、どうやって見取り立て数戦争を終わらせたのかというところも含めてねやっていきたいと思います。ここもめちゃくちゃね面白いんすよね。アテネ攻略、カイロネイアでの勝利と、見取り立て数の将軍のねアルケラオスを打ち破ったスルラという感じでしたよね。アルケシラオスじゃないですよ、アルケラオスですよ。アルケシラオスはアカデメイア派のね哲学者の名前ですけど、アルケラオスですね。今回もこのアルケラオスちょっとキーマンになってきますんで。一方ローマへの帰還を果たし、追放された恨みからね虐殺粛清を繰り返すマリウスというような状態でしたよね。もう頷けば殺す合図になっていたみたいなね。怖すぎるだろみたいな。ちょっと挨拶を無視したら殺されるみたいな、無視されたら殺されるみたいな、もう挨拶するのもちょっとねなんかみんな怖くなってきてたみたいなね書き方でしたけど、まあちょっとマリウスがその後どうなったのか後ほどねお話しするとして、マリウス派のキンナいましたよね。キンナね、スルラがね、俺は見取り立て征伐行ってくるからローマの国政はよろしくねって言って任せられましたみたいなこと言いながら思いっきり裏切るっていうね、あのキンナですね。このキンナはやっぱこのスルラがねこうアテネの攻略とかね、カイロネイアでの勝利を挙げたみたいな情報を聞きつけるとですね、まあ、このままスルラの思い通りにはさせたくないわけじゃないですか。スルラの思い通りにさせてたまるかみたいな感じになってですね、フラックスというね、人物をまあコンスルに据えて、このフラックスこそが、ローマの正式な見取り立て数の征伐軍なんだという体裁でね、出陣させたわけですよ。おそうきますかと。なるほどと。だからスルラはスルラでね、まあ言ってるわけですけど、やつらはまあ単純なね、こう、属軍なだけで、別にもうローマと何の関係もありません、みたいなね、体裁を取るわけですよ。フラックスこそが、真のローマの征伐軍なんだよっていう形で送り出すわけですね。なるほどと。でもまあ、そのフラックスっていう人物はなんか軍事経験がほぼなかったらしくてですね、まあ、経験豊富なフィンブリアだとなんか、国の名前っぽいんで、フィンブリアにしましょうか。フィンブリアっていう人が、同行したらしいんですね。このフィンブリアっていう人は、マリウスがね、ローマ入城した際に、まあ、他の誰よりも、手を血に浸した人と言われてるみたいなんで、まあ、相当な虐殺とかを行った人だったらしいんですね。まあ、要はもうマリウスのこう実行部隊みたいな感じで、結構働いた人だったらしいですよ。で、割とこう、冷徹なこともね、できちゃうようなタイプの人ということですね。で、まあ、このフラックスとフィンブリアっていう人が、ちゃんとした、まあ、もちろんローマのね、ちゃんとした艦隊をね、結成して、その艦隊でアジアへ向かったわけですよ。まあ、スルラとかね、船がなくて困ってたけど、まあ、こっちはね、ちゃんと艦隊を与えられるわけですよね。まあ、当然ね、正規軍なんで。だけどなんか嵐にあっちゃってですね、もう結構な数がこうナンパしちゃったりとかして、でさらにこう見取り立て海軍にも追われてですね、追い打ちをかけられて、まあ、艦隊が壊滅するという事態なんですね。いきなりね、もう小アジアに乗り込む前にですね、まあなんか確かいきなり小アジアに行こうとしたのかな。まあギリシャはもうだからスルラが抑えてるからですよね。でその艦隊がこう壊滅したことをにかこつけてというか、まあフラックスはその兵士たちをですね、叱りつけて罰を与えたらしいんですよ。結構厳しめの罰を与えてこう叱りつけたらしいんですね。でそしたらその兵たちがですね、そんなことするんだったら俺たちスルラさんのところに行きますとか言って逃亡しようとしたらしいんですよ。あ、そうなるんだみたいな。まあ、そのね、フラックスの兵たちからしても、まあ、別にスルラに対してね、直接的な恨みがあるわけではないでしょうから、そんなね、なんか別に俺たちのせいじゃねえだろ、みたいなことまでね、責められたらね、それはなんかもうやってらんないっすよ、みたいな。もうだったら近くにいるスルラさんのところに行ってきますよ、みたいな感じになっちゃうっていうね。
で、そこをですね、その経験豊かなね、フィンブリアの方がね、フラックスがね、こう叱りつけてたんですけど、フィンブリアの方が、まあまあまあ落ち着けって、みたいな感じで、こう、なだめすかすんですよ。そうするとなんかこう、実質兵たちはですね、この、フラックスが本来ね、コンスルで頭で、フィンブリアはこう、まあ副官みたいな感じだったはずなんですけど、兵たちはもうフィンブリアの言うことしか聞かなくなってくるっていう風になるんですね。なるほどと。すると、今度、コンスルの、俺がコンスルなんだよ、みたいな感じで、フラックスはですね、怒り出してですね、もう、こんなんならもう、ローマ帰るとかって言い出してですね、喧嘩し出すんですね、シンプルに。なんか、こういうの多いよね、ローマのコンスル、二人で行くとね。まあ、別にコンスルじゃないですけど、フィンブリアは。なんか、ちょいちょいやりますよね。で、フィンブリアの方も、まあ別にフラックス帰るっていうのは、ああ、はいはい、そうっすか、みたいな感じで。あ、じゃあ、フラックスさん、全軍、ちょっと置いてってと。俺が預かるから、みたいな感じで。全軍を取り上げてですね。そして殺すんですね、フラックスのことを。いや、そこまでせんでも、みたいな。首を跳ね、海に投げ込み、体の部分は埋葬せず、野ざらしにした、っていう。野蛮だな。野蛮なんだよな、やることが。もうなんかね、もう、そのマリウスの粛清の時にね、フィンブリアは虐殺で活躍してたっていうぐらいですからね、もう首を跳ねるとかね、もうしょっちゅうやってたんでしょうね。まあまあ、なんかね、細かくどんな言い争いがあったのかわかんないですけど、そこまでせんでもね、別に返してやりゃいいじゃんって感じしますけどね。はいはい。まあ、こうして正規のコンスルであるフラックスが殺されるっていう事態になるんですよ。で、フィンブリアがその軍隊を預かるという形になるんですね。まあ、しかし、フィンブリアはね、まあ、経験豊富なだけあって、アジア属州に、まあ、実際乗り込んでいくんですけど、この乗り込んでいくと、まあ、戦闘ではね、その、ミトリダテスの息子とかも出てくるんですが、そいつらを破ったりとかして、勝つんですよね、普通にね、戦闘で。で、アジア属州を回ってね、こう、門を開かなかった町々を、まあ、また領地を荒らしたりとかね、まあ、要は攻めるわけですよ。攻めて、フィンブリアによる包囲攻撃を受け、るわけですね。で、イリオンですね。まあ、イリオンってトロイアのことなんですけど、トロイアの住民は、なんと、その包囲攻撃を受けてるときに、まあ、フィンブリアのやり方があまりにもね、ひどいんで、スルラに救援を求めるっていうことをするんですよ。スルラに。ま、なんか、複雑だけど、ああ、そうなるかと。ミトリダテスにじゃないんだっていう。まあ、ミトリダテスの軍は勝てなかったから、まあ、しょうがないのかもしれないですけどね。スルラに救援を求めたんですよね。で、スルラの方も、その施設が来たらね、いいよ、船ができたら行くからね、とか言って。そう、この頃、スルラは海軍とかね、艦船がない、船がないために、まあ、足踏みしてたわけですよ。まだなかったんだっていうね。ないんですよ、まだ。実はまあ、アテネ攻略の前にね、すでにね、施設っていうか、まあ、部下をね、送り込んで、いろんなところで、こう、海軍を出してくれっていうね、協力のお願いとかをしてたんですね。まあ、もともとこう、同盟関係にあったね、プトレマイオス朝エジプトとかね、あとフェニキア人とかね、キプロス人とか、あとはロドス島のね、ロドス人とかですね、に、海軍派遣を要請してたんですよ。だけど、まあ、アテネの攻略には間に合わなかったっていう話なんですね。で、あの時にね、海軍があれば、全然、もっと楽にね、ピレウス港を抑えることができたはずなんで、あんな攻略の仕方にならなかったはずなんですけど、それにはやっぱ間に合わなかったんだと。まあ、それでも、スルラの部下はね、必死に命がけの交渉を続けてたんですね。まあ、要は、制海権をミトリダテスにもうすでに取られてる状況で、スルラの部下はなんかもう単身、まあ一人じゃないですけど、もう船でね、いろんなところにこう回っていかなきゃいけないわけなんで、いつ沈められてもおかしくないわけですよ。そんな感じでこう隠密行動をしながらいろんなところを巡ってね、エジプトとかまで行ってたわけですからね。すごいですよね。そうやって交渉を続けてたというわけなんですね。だけど、それでも今回間に合わなかったんですよ。そのトロイア、助けてくれスルラさんって言われても、船出せないんですよ。まだない。届かなかったんですよ。その部下からね。で、間に合わなかったんで、もうスルラはもうしょうがないから、自らね、船の建造を始めたというふうに書いてありましたね。あ、もうこれはダメだね、みたいな。ちょっと望み薄いから、自分たちで作っちゃうみたいな感じなんですよね。で、まあ、そのトロイアの人たちは、まあ一応こう、施設を送って、スルラさん助けてくださいって言ったら、スルラはいいよって言ったわけなんで、トロイアの人たちからすると、すでに我々は、スルラ殿に身を委ねたみたいな感じになるわけです。そうやって、こう、フィンブリアに言うわけですね。もう、スルラ殿に身を委ねた身だから、もう手出し無用だからな、
みたいな感じで、いうわけですね。するとフィンブリアの方も、おお、そうでしたか。ツルラ殿の、おうほうほう。つまりすでにミトリダテスの手は離れ、ローマの友人となってくれたということですな。ありがとう。我々ローマ人とトロイアの人々はアイネイアス以来の縁戚関係にありますからな。さあ、私もそのローマの友人の一人です。城内に入らせてくださいというわけですよ。怪しすぎるだろみたいな、まあ、わざわざね、そのなんかアイネイアスの話とかね、なんかここでしたらしいんですよね。そう言って城内に入ることに成功したフィンブリアは、見境なしに殺戮を行って町の全域を焼き払ったなんてことをしてくれんだよ。もうなんかスルラと連絡を取っていた人たちとかね、もうフィンブリアはもう様々なやり方でいたぶったっていう風にね書いてあってですね、でさらにここ神聖な文物とかですね、書き物みたいなやつですねとか、まあアテナ神殿に逃げ込んだ人たちにも容赦せずに、そういったなんかもう神聖なものとかね、神殿とかも全く関係なく焼き殺したりとか焼き払ったりとかしちゃって出るんですよね。ひどいですね、これは。城壁を破壊し、翌日にはまだ手つかずになっている場所がないか探した。なんでそこまでするんって感じですけどね。まあまあ、フィンブリアからしたら、そのスルラと連絡取ってるっていうのがめちゃくちゃ面白くなかったんでしょうね。まあ、どの程度そのフィンブリアがマリウス派だったのかわかんないですけどね。まあ結構こう、鉄砲玉みたいな感じで活躍してたみたいな話を聞くと、相当マリウスに心酔していたんだとしたらね、もうスルラっていう名前聞くだけでもうピキピキピキみたいな、絶対許さんこいつらみたいな感じになってたのかもしれないですけどね。まあもちろんだいぶ盛られた話だとは思いますが、こういう風に伝説上は残ってますよという話ですね。でさらにですね、こう書いてあったんですよ。トロイアはアガメムノンによってなされた以上の牢石を縁石の一人によって受けたのだったという風に書いてあったね。まあ確かになるほどと。ああ、アガメムノンよりひどかったんだと。ああ。なんかこれやっちゃったらさ、アイネイアスの物語の意味合いが全然変わってくるっていうかさ、アイネイアスはそのギリシャ勢に対してね、復讐するみたいなさ、誓いで新たな街を建てに行こうとしてたのにさ、トロイア落としちゃダメでしょっていう。しかもそこで虐殺とかしちゃってね、アガメムノン側になっちゃってるっていうね、フィンブリアね。まあまあ、つまりだからスルラは間に合わなかったんだよということですね。それでトロイアは落とされることになったということなんです、フィンブリアによって。はい。さあ、そして、スルラの方は、まあ、スルラというかね、まあ、ミトリダテスがね、動き出してきたんですね。おう、ミトリダテス、久しぶりですね、みたいな。まあ、アテネが陥落してね。まあ、だからもうギリシャ中、それでひっくり返るわけですよね。前回言った通りね。で、さらに2度の大海戦での圧勝。まあ、スルラの圧勝。さらには、まあ、フィンブリアがね、こう、アジア属州まで乗り込んできてしまっているという状況を見て、和平に乗り出してきたというわけなんです。ミトリダテスが和平に乗り出してきたと。ああ、まあまあまあ、なるほどと。確かにね、このフィンブリアが来たっていうのもね、ちょっとでかいっすよね。うん、二つの軍団が別々のこうなんか意図を持って、同じくミトリダテスを倒しに来ようとしてるって、まあ、ミトリダテス側からしたら恐怖ですよね。恐怖っていうか、ああ、これはちょっと無理かもってなりますよね、それはね。しかもスルラにボコボコにされてるしね。うん。で、ミトリダテスは敗戦の将であるアルケラウスですね。アルケラウスに手紙を送ったんですね。スルラに負けたアルケラウスですね。で、ミトリダテスとしては、その、フィンブリアと交渉するのがいいのか、スルラと交渉するのがいいのか、どちらと和平を結ぶのがいいのかっていうのを、結構こう考えを巡らせてたらしいんですよね。そして、ミトリダテスが選んだのは、スルラ！ああ、スルラなんだ。まあそうでしょうね、みたいな。で、アルケラウスに、その、まあ、ミトリダテスがね、アルケラウス、将軍のね、アルケラウスに送った手紙の内容っていうのは、まあまあ、こういう風に交渉してこいよ、みたいな手紙を送ったわけなんですけど、その内容が、できるだけいい条件で講和すること。雑！雑すぎるだろ。もうちょっとなんかさ、あるだろ、みたいな。そんな分かってんだよ、みたいなね。
いや、そうだけどさ、なんかこっちのなんかカードないのみたいな感じになるじゃないですか、アルケラオスからしたら。こんなんでどうやって交渉すんだよみたいな。こことここは譲ってもいいよとかさ、なんか そういうのないと無理じゃないみたいな、うん、感じなんですけどね。わかんない。まあ本当にこう書いてあったかわかんないですけど。見取り立て戦記にはこういう風に書いてありましたってことですね。そこでアルケラオスはね、まあサンドに渡りこう戦ったスルラと会談の場を設けたわけですよ。アルケラオスね、そのアテネでも戦ったし、二度の大海戦でもこのアルケラオスが中心となってスルラと戦って全て負けたというね立場だったわけなんですけども、まあ、その立場でありながら会談させられるっていうのもね、なんかかわいそうではありますよね。まあ、ただ結構ね、もうそれだけこう、刃を交わしてきた仲なんで、なんかこう、ハンニバルとダイスキピオみたいな感じで、ちょっとなんか、友情じゃないけど、なんか感情みたいなのも芽生え始めてるっぽいみたいなね、そんな描写もあるんですけどね。で、アルケラオスの方から言うわけですね。おお、スルラ殿、戦場ではなく、こうしてあなたとお話できることは嬉しく思います。見取り立て相応は和平を望んでおります。まあ、極力いい条件でとのことですが、すげえいいよどむみたいな。そしてスルラの方はですね、ああそれはいいね。でもね、見取り立て層は信用できない。この後に及んでいい条件で和平を結んでこいなんてことをアルケラオスさんに命じている時点でね、アルケラオスさんも板挟みで困ってるんでしょ。どう、アルケラオスさん、うちの軍に来ない？誘うっていう。どういう揺さぶり？まあ、それだけなんかちょっとね、情みたいなのも湧いてたのかもしんないですけど、まあ、アピアノスはこんな感じの書き方で、プルタルコスはね、なんかアルケラオスがミトリダテスを倒して、ポントスの王様になっちゃえばいいんじゃないの？みたいな。そしたらね、うちと同盟関係結んでね、シラクサのヒエロン2世とか、ヌミディアのマシニッサとかね、あんな感じの、こう、いい感じの関係になれるんじゃないの？みたいな。ことを言ったっていう風にね書いてありましたけど、まあまあどっちみちこういう風になんか、まあ、味方になろうよっていうか、まあその要は見取り立てすとちょっと裏切っちゃえよみたいなことをね言ったわけですね。でもまあアルケラオスの方もね、いやそれはできない、私はポントス軍の将軍だと言ってね、まあ断ったということなんですよ。でまあスルラはそれは残念、しょうがない、和平の条件を提示しよう。見取り立てす殿が我々に全艦隊を明け渡し、すべての捕虜、逃亡兵、すべての脱走奴隷を引き渡し、彼がポントスへと連行した他のすべての人々を母国に返し、ポントス王国を除くすべての土地から守備隊を引き上げさせ、彼のために被った戦費を支払え。これでどう？っていうか、これしかないよね。みたいなね。言い方なんすよね。まあ確かにこれしかないよね。まあ、全艦隊を明け渡しがなかなか重い気はしますけど、まあ、捕虜の解放とかね、奴隷を引き渡せとかね、まあ、そりゃそうでしょうっていうのと、まあ、そのポントス王国が侵略した他の国々から手を引けっていうのはね、まあ、そりゃそうでしょっていう感じだし、まあ、賠償金的な感じで、こっちがかかった戦費みたいなのもちゃんと払えよということを提示するわけですね。まあまあ、厳しいっちゃ厳しいけど、まあ、スルラ、勝ってますからね。そりゃこのぐらい強気でいくでしょっていう。でアルケラオスの方は、分かった、そのように王に伝えましょういうわけですね。そしてこうすぐにね守備隊を引き上げて、この条件をミトリダテスに伝えに行ったということなんですね。そしてミトリダテスは、まあ、アルケラオスからこう報告受けるわけですね。これこれこういう条件で和平を結ぼうとスルラ殿の方からも言ってきておりますと言うとですね、ミトリダテスは、これのどこがいい条件なんだ、バカかお前は。いいか、こう伝えろ。スルラがそのような態度で望むのならば、フィンブリアとの交渉を始める。彼ならば、よりいい条件を出してくれるだろうとな。そう伝えてこい。おー、なるほど。まあね、確かに交渉相手ね、もう一人ね、フィンブリアがいますから。ミトリダテスとしてはそういう考えがよぎるっていうのもあり得るわけですよね。で、まあまあ、こう伝えてこいとか言いましたけど、なんかアルケラオスはね、もうその交渉団から外されちゃって、別の施設がね、スルラと再度会談をして、まあその内容を伝えるわけですよ。今、ミトリダテスが言ったことをね、そのフィンブリアと交渉するからな、みたいな。そんな態度で来るな、ということを、まあ、その施設がね、スルラに伝えたら、スルラはですね、舐めるのもいい加減にしてほしいね。もういいや。アジアに乗り込むから、よろしく言っといて。なっちゃうんですね。
そう、スリラの方もですね、艦隊がこう出来上がってきていたんですよ、もうこのタイミングで。で、まあ、その自分でね、作った船だけじゃなくて、艦隊を提供してくれっていう風にね、奔走していた味方がですね、ロドス島のね、ロドス人の艦隊とか、フェニキア艦隊とか、キプロス艦隊を引き連れて戻ってきてくれたんですよ、ちゃんと。すごいですよね。こういう活躍もすごいですよね。裏方のね。そうそうそう。だからもうスルラの方ももう艦隊できてるんで、乗り込めますけど、みたいな感じなんすね。でも実際にですね、乗り込んで行っちゃうんですよ、スルラ。艦隊でもう途中の町々をね、まあ、小アジアのね、町々をこう、点々としながらね、略奪しながら進んでいって、もう一気に見取り立てすの元までやってきた。で、まあまあ、スルラも略奪してるんですけどね、ここでね、フィンブリアだけじゃなくて、してるんですけど、もうミトリダテスの元に直接もう乗り込んでいくんですよ。そしてもうミトリダテスとの王との直接交渉の場を設けるんですね。スルラとミトリダテスの交渉、施設を挟まない交渉ですね。おー、なるほどと、本当に乗り込んできたんだねと。まあ、だから引きずり出すことに成功したみたいな感じですよね、スルラからしたらね。で、ミトリダテスの方からね、なんか唇を切ったらしいんですね。ローマ人は我々からカッパドキアを、フリギアを取り上げ、自分たちに都合のいいものを大いにつけた。それも見返りのため、金のために行ったことだ。ローマ人は金の亡者だ。そしてアキリオスなる者がビトニアをけしかけ、攻撃してきた。我らは自衛のために戦ったのだ。というわけですね。ああ、あったね。なんかそのアキリオスがね、ビトニアを、こう、間接的にね、攻めさせて、ポント総国を攻めさせたりとかね、アルメニアの軍隊と戦わせたりとかね、ありましたよね。まあまあ、ミトリダテスの方もアルメニアを使ってね、攻撃させてたわけなんで、てめえ人のこと言えねえだろっていうのはね、もちろんあるわけですよ。ただまあ、あれはアルメニアの軍が勝手にやったことだ、みたいな感じでね、まあ、ミトリダテス的には言ってるわけですけどね。だから先に手を出したのはローマの方だ、みたいな、なんか、もう不毛なやり取りをするわけですよ。で、スルラはこれに答えてですね。ミトリダテス王がローマをどう呼ぼうと構わないけど、ローマの同盟国だったカッパドキアに先に手を出そうとしたのはあなたたちだよね。忘れたとは言わせないよ。なんせ僕はあの時キリキアにいたんだからね。それに明らかにローマが同盟戦争で大変な時を見計らって侵略を開始し、ローマ人、イタリア人を殺戮した。それに僕がアルケラウスさんに勝つまでは交渉しようとしなかったよね。こっちはもうオタクの兵を十何万も殺してんの。いつまでも戦ってあげるよ。そっちにその気があんならね、脅しつけるわけですね。いいですね、スルラ。確かにね、スルラキリキアにいましたからね。さすがにその言い訳は通じねえだろうっていうね、誰に対してそんな言い訳してんのかな、みたいな感じなわけですよね。そして実際こう、スルラは全然まだまだ継戦能力があるわけで、艦隊までもらっちゃってるわけで、やんならやんよっていうのは本気なわけですよね。うん。で、まあ、その迫力にミトリダテスすげえ押されて、蹴押されてですね。これを聞いたとき、ミトリダテスはいつの間にか涙を流していたっていう風に書いてありましたね。みたいな。ああ、なんでこの人物に対して強気で言っちゃったんだろう、みたいな。ああ、交渉相手間違えた、みたいなね。まあ気持ちもあったんだろうね。わかんないけどね。素直にフィンブリアと募集しとけばよかった。ああ、泣くほど怖かったんだって。で、これによって、ミトリダテスはすべての要求を受け入れ、ポントス本国へ戻っていった。ですね。おー、なるほどと。だから、ミトリダテスの全艦隊とかも、スルラが手に入れたっていうことなのかな。わかんないけどね。まあ、全て引き渡せとは言ってたからね。はい。まあまあ、これで第一次ミトリダテス戦争が終結しますと。第一次みたいな。そうなんですよ。これ第三次まであります、実は。ミトリダテス諦めないんですよ、意外と。あと2回暴れるっていうね。実はあるんですけど。まあ、それは後の話ですね。さあ、こうしてね、ミトリダテスとの和平をね、実際に結んだスルラは、まあ、小アジアまで来てるね、フィンブリアのところまで向かったわけですね。ローマの、要は正規軍の方ですね。フィンブリアの方に向かったということで、でスルラとしては、はいはい、フィンブリアさん、もう戦争終わったよ、みたいな。それにミトリダテス征伐軍は俺たちだから、軍団引き渡してね、いうわけですよ。でもフィンブリアからしたんだよ。何を言ってる？キレンは正規軍ではない！私がローマから正式に任命された征伐軍だ！というわけですね。まあ、それはそうなるよねって。
あれでスルラは、ふーん、そんなこと言っていいんだ。スルラはフィンブリア軍の陣営を取り囲んだ。もうすぐ戦争するねっていう。で、フィンブリア軍の兵たちも、もう嫌です。絶対スルラさんと戦いたくありませんみたいな感じになってるわけですよ。まあ、あのね、スルラの方に逃げようとしてたぐらいの兵たちですからね。戦いたくないわけですよ。で、フィンブリアもなんとかね、こう、なだめすかしたりとか、ね、なんか賄賂渡してまでね、して、もうなんか、うこうなったらもう戦うしかないだろ、もうこれでも収めとけとか言って、なんかいろいろ諭してたんですが、もうなんか全然言うこと聞いてくれなかったんですよ。兵たちもなんか兵卒たち全員、将軍たちも。そして絶望したフィンブリアは、自ら命を絶った。うわ、そうなっちゃうんだって。そうなんですよ。自害しちゃうんですね。まあまあ、そんだけスルラが追い込んだんでしょうけどね。うん、こうしてアジアの情勢にもケリをつけ。まあ、ケリをつけって言ってもね、いろいろこの後もね、やんなきゃいけないことは山積なわけじゃないですか。その、町々をどういうふうに運営するかとかね、アジア属州をどうするかみたいなことを、まあいろいろ、まあ一応やっていったりとかね、あとはなんか次反乱を起こしたら本当に許さないよみたいな感じで脅しつけたりとか、見せしめで見取り立てす側についてた連中をね、当然殺したりとかね、スルラもちろんやってるんですけど、そんな感じでケリをつけて、スルラはフィンブリアのその軍団も吸収してローマへ帰還するという流れになるわけですね。おお、なるほど。そりゃなんか強そうだねっていう。それでローマ帰ってできちゃうんすかみたいな。まあもちろんこのアジア属州にある程度置いてってたと思いますけどね。そこまでこう大軍勢で行ったわけじゃないんで、ある程度置いてかないとね、守備ができないわけですからね。で、その頃ローマではという話ですね。はいはいはい。戻ってきましたよと。で、これちょっともうスルラが戻ってくるというか、フラックスとかフィンブリアが小アジアへ送られる少し前の話です。ちょっと数年戻ります、ここね。マリウスがローマに戻って、虐殺をして、その後マリウスどうなったのかという話なんですけど、マリウスは7度目のコンスルに就任していたんですね。7度目かと。ああ、そういえばあれ6回なってたねっていう。運命に翻弄され、オデュッセウスのごとく漂流し、絶望を味わったマリウスが最高権力の座に13年ぶりに返り咲いたのだ。ああ、そうか、13年ぶりか。まあ感慨深いものがあったでしょうね。その間もマリウスは粛清を続けていた。有名どころで言えば、オジサルですね。カエサルのおじさんにあたる人ですね。あとはチチススも殺しています。クラスス、三党政治をすることになるクラススの親父さんですね。も殺していて。そしてキンブリ族、ゲルマン人との戦いを一緒にコンスルとしてね、戦った大カトゥルスですね。カトゥルスも殺しています。まあそれ以外にも何人かね、かなり有力なね、こう、罰族派の連中を殺すということをやってるわけですね。積年の恨みを晴らし、待ち続けていた野望が叶ったのだ。まあそうですよね。恨みを晴らす、プラス、ね、最高権力の座に戻るっていうね。もうマリウスとしてはもう絶頂な気分だったんじゃないかなっていうところはありますよね。あとはスルラのみ、奴をローマに帰還させん。わしが自ら出向き、迎え撃ってやるわ。これさっき言った通り、フラックス、フィンブリアが行く前の話ですから、行く前には、これ、マリウスが行こうとしてたんですね。そうなんだと。そう、マリウスが、なんかちょっとごたごたしてる時にさ、一回あったじゃないですか。キンナがね、その見取り立て征伐の権限をマリウスに移すみたいなことやってたじゃないですか。まあ、流れですよね。で、まあ、その後スルラがローマに来ちゃったから、マリウス漂流することになっちゃったわけですけど、まだ戻ってきたんで、再びこのマリウスを見取り立て征伐軍として、正規軍として送ろうとしてたっていう話なんですね。で、そんだけマリウスもね、スルラがやるなら俺も行ってやるよみたいな感じで、めちゃくちゃ意気込んでいたわけですよ。そして、もうスルラを返させねえぞ、みたいな感じでね、意気込んでたわけですね。だからこれ、まだスルラが見取り立てと和平とか結ぶ前の話ですからね。で、このタイミングでスーラーが帰ってくるっていうことは多分なかったんだと思うんですけど、まあ、マリウスが行こうとしてたという話です。はい。まあ、そんなことをね、こう妄想しながらね、考えては、もう夜な夜なね、わけのわからない、こう夢にうなされるようになっ
ったらしいんですよ。まあ、これ何があったのか分かんないんですけど、プルタルコスにはなんかいろんな悪夢がね、出てきてみたいなことが書いてあったりとかするんですけど、まあ多分そのもう虐殺とかしすぎたりとか、漂流していろんな目にあったりね、もう泥の中で隠れたりとかね、あったわけじゃないですか。本当に殺されそうになった場面みたいなのも何回もあって、まあなんかそういうのがこうフラッシュバック的な感じですごいこううなされるっていうね状態にねなってたらしいんですよね。でなかなか寝つけなかったんで、そんなこう悪夢なんかもう払拭してやるわみたいな感じでもう酒を飲んだんですね。しかも飲んで飲んで飲みまくったんです。マリウスが7度目のコンスルになってから13日目、マリウスは死んだ。貧しい村で生まれ、腕っぷし一つでのし上がり、ヒスパニアのヌマンティア戦争でショースキピオに見出され、ユグルタ戦争、キンブリ族ゲルマン人との戦い、同盟史戦争と数々の戦いで栄誉をつかんだ大英雄は、酒に溺れスルラとの決戦を目前にして死んだのだ。享年71歳、もしくは70歳かなというところなんですよね。なるほど、そんな死に方だったのかと。まあほんと権力の座に返り咲いてコンスルになってね、十数日で亡くなってしまったということなんですよね。いやーなんかね寂しいもんがありますよね。まあひでえこともいろいろやってましたけどね、こんだけ長いこと追いかけてくるとね、そうかマリウスも死んだかとなりますよね。あれだけねなんか運命に翻弄されても、おもう権力の欲というかね野望みたいなのはね、捨てないでいた人間がなんか意外とあっさりね、こういう形で亡くなってしまったのかということですよね。まあやっぱこう酒を飲んですごい熱でうなされみたいな感じだったんで、結構アレクサンドロスとね、近いようなね何かだったのかもしれないですけど、まあアレクサンドロスとかねマラリアかもとかってよく言われますけど、まあマリウスはもうね高齢ですからねそれは何があったっておかしくはないわけですよね。はい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 。さあそして残された方のねキンナですよね。キンナはだからこのタイミングでフラックスフィンブリアを小アジアに派遣していたという時系列なんですね。ああそういうことみたいな。そうそうなんですよ。ちょっとなんか前後入れ替えながら話しちゃいましたけど、だからフラックスが行く前はマリウスが行く予定だったんだけど、ここでマリウスが亡くなっちゃったからフラックスフィンブリアをまあ代わりのねコンスルとしてフラックスを立てて行かせたという話なわけなんですよ。そうか。でまあスルラはねフィンブリアもまあ自殺にある意味追い込むみたいな感じのことになってたわけなんで、まあ正直マリウスが行ったとて何ができたのかなみたいなところはね、あるのかもしれない。まあでもなんか違う何かもあったのかもしれないっていうね気もしますよね。そして残されたキンナはまあそのねマリウスがいなくなっても国政を動かしていかなきゃいけないわけで、でもうあの罰族派の連中ほぼ粛清されてるんでもうあの前回ねあのオクタウィウスに邪魔されてね、あのキンナ自身もこうローマから逃げざるを得なくなったっていうあのスルピキウスの法案ですよね。35のトリブス全てに新市民の登録をさせるとかね、富裕層の息のかかった元老院議員はもう排除するとかね、あの辺ですよね。まあもうすでにこの時点で排除されてる可能性ありますけどね、あんだけ虐殺してたらね。もうこういう法案をまるっとこう通過させることに成功するんですね。おおなるほどと、ちゃんと政治やってんだねって感じですよね。もうここの時点もう完全にキンナの独裁体制みたいな感じになっていて、まあまあ虐殺っていうこう悲劇があったものの、まあ今までこう虐げられてた人々とかね、解放奴隷とかね、そう新市民たちとかにとってはまあ希望の光ではあったわけなんですよ。でそれから3年間はキンナの独裁体制が続くんです。あのミトリダテスのスルラがミトリダテスの戦争行ってたのってまあ結構長くてですね、数年行ってたわけなんですよ。だその間にこうフラックスが行ったりとかフィンブリアが行ったりとか、あと交渉したりとかいろいろあったわけなんですけど、この3年間はまだスルラがね、和平を結ぶ前だったんで、この独裁体制でキンナがローマの国政を動かしてたんですよね。
だからなんかこう同盟戦争っていうのは何だったのかっていうのをね、今一度思い起こさせるようなね、政権となって、まあある意味こうなんつうのかな、同盟戦争のこう戦争目的みたいなのを考えると、ある意味同盟氏側がこう目的を達成させることになるみたいなね、そういうような思い起こさせるような政権となったということなんですね。だが3年目にはスルラ機関の通知が届く。おお、そういうことかと。ここで帰ってくんのねと。キンナはスルラとの和議を試みたが落としどころがなくうまくいかなかった。落としどころがないっていうか、なんつうのかな、こう使える媒介者みたいなのがね、あんまいないんですよ。ちょうどいい仲裁役みたいなのもあんまいなくて、なんかうまくいかないっていう感じなんですよ。なんかスルラも別にそのローマにこう武力行使してぶっ殺しちゃうよみたいなこと言ってるわけじゃなくて、別に和議とかには応じるよみたいな態度だったんですけど、なんかうまくいかないっていう感じで、なんかグズグズってなっちゃうんですよね。でまあキンナももうスルラ討伐をするしかないだろうっていうふうに腹くくってですね、まあ、軍を起こそうとしたんですよ。したところスルラの軍団と戦うことを拒否した兵がですね、また暴動を起こしてですね、それに巻き込まれてキンナは殺されるんですね。ほほ、出たーみたいな。いやいやいや、もうやっぱみんなよっぽどスルラと戦いたくないんだねって感じですよね。あのフラックスといい、フィンブリアといいね、キンナといいね、なんかやっぱこうなっちゃうんだみたいな。まあそりゃそうだよね。まあね、スルラともマリウスとも戦いたくないよね、そりゃね。殺されちゃうんですよキンナ。あ、まあこれ実際軍起こして、船で渡ろうとしたのかな、アドリア海渡ろうとしてる時に、なんか船の上でね、なんかすげえいざこざが起きてですね、その中になんか巻き込まれて殺されちゃうみたいなね、そんな感じだったんですよねキンナね。まあとはいえですよ、これ冷静に考えるとスルラの立場に反対するものって大勢いるわけですよ。まあ、スルラ罰族派なわけなんで、まあその市民権を与えられたばかりの新市民たちにとっては、そのローマの正規兵みたいな人たちじゃない人たちにとっては、その市民兵みたいな人たちじゃない人にとっては、そのスルラが復権すればまた反動的な政治が始まることなど、まあ容易に想像できるわけですよね。そういう人たちにとってはやっぱスルラを帰還させるわけにはいかなかった。実際マリウスがあの漂流することになった時とかね、スルラは反動的な政治をして全部一回リセットしてたわけですから、あれがもう一回やられたらたまったもんじゃないわけですよね。つまりキンナは殺されたものの、まあ、スルラはあのね無尽蔵なヒュドラともいえるね、あの同盟士の兵力っていうのをね相手にしなければならない立場だったわけなんですよ。おお、出た出たみたいな。かつてのピロスやね、ハンニバルのようにですよ。なるほどねと。実際前83年にね、スルラが南イタリアのブルンディシウムっていうね、まあどこか知らないですけど、まあなんかイタリア半島のまあかかとの方ですね、南東の方っていうのかな、にまあ入港したんですけども、まあ、ローマ側はね、まあ、20万近くの兵をもう用意できていたみたいなね書かれ方でしたね。これスルラ軍はねせいぜい4万程度でローマにやってきたんですよ。まあフィンブリアの軍とかね、ミトリダテスの軍もある程度なんかこう合流してたとは思うんですけど、まあ全員連れてくるっていうわけでは当然なかったということでしょうね。まあ、うん、あとはまあ船で来なきゃいけないからそれは限界がありますよね。でもまあこの時のコンスルがですね、まあ非常にポンコツでですね、あのいちいち名前出さないんですけど、まあもうキンナとか殺されちゃってってるわけじゃないですか。でなんかもう有力なやついなくなっちゃってるんですよ。もうマリウスもいないし、その平民派のコンスル2名がですね、なんかもうあっさりスルラのイタリア上陸を許しちゃうというか、いや別にね海で迎撃すりゃいいじゃんって感じじゃないですか。上陸させなきゃいいじゃんって、なんかうわスルラ急に来たみたいな感じになってたらしいんですよ。いやいやそれ分かってたでしょみたいなやべ本当に来たみたいな。でなんかこれすげえタイミング逃してですね、普通に上陸を許しちゃうみたいな、ただいまーみたいなでね、その南イタリアの方にも全然兵力を置いてなかったらしくて、ローマ軍のね。でなんかもうスルラは普通にこう移動しながらですね、次々と町々をねこう自分の味方に引き入れていくんですよポンコツすぎるだろっていう。もちろんその中にはね当然新市民となった同盟士たちもいたわけですけど、大丈夫だよ僕だって時代の流れぐらい分かってるからね、いきなり市民権を取り上げたりとかしないからとか言いながらね、
こう味方に取り込みつつローマに進軍していくっていう感じになるんですね、スルがね。そうなるんだみたいな。こうなんかどんどん戦っていくとかじゃないんだねみたいな。ここがやっぱね、あのピュロスともねハンニバルとも違うところですよね。まあスルラはね、まあ一応ローマ人なわけなんで、まあそんなにやっぱ抵抗されないわけです、ね。基本的にこう抵抗されずにスーッとこうローマの方に北上していくみたいな感じの流れなんですね。いやコンスルマジポンコツすぎんだろって感じなんですけど、でそんなね風にもういよいよどんどんねローマの方に迫ってきてるスルラ軍というところに、その元にですね、キンナ・マリウス政権の粛清から生き延びていた抜族派の名だたる者たちも合流してきたんですね。おうおうおうと。まずはメテルス・ジュニアですね。あのヌミディクスの息子ですね。まあ、前回名前出てきたかな。あのオクタヴィウスがね軍を起こそうとしたけど全然言うこと聞いてくれなくて、メテルス・ジュニアの方にね兵士たちが行こうとするみたいなね。でメテルス・ジュニアがダメだそんなこと言ったらダメだとか言って、あのオクタヴィウスの方に追い返そうとしたらマリウスの方にね兵士たちが行っちゃうっていうね。あのメテルス・ジュニアもまあ要はマリウス派からこう、まあ、追放されていたわけですね。そして父親をマリウスに殺されたクラッススが参戦。これはあのクラッススです。三党政治のまさに今後活躍していくあのクラッススがここでスルラと合流している。この時32歳ぐらいかな、ちょっと計算したらそのぐらいだったんで、まあ32なのか1なのか分かんないけど、そんぐらいだと思います。クラッススもなんかあのメテルスジュニアと一緒にアフリカに亡命してたらしいんですね。まあその前にクラッススはヒスパニアに行って、ヒスパニアでなんか軍隊をこう起こして、一回アフリカに、あのメテルスがアフリカに行ってたんで、そのメテルスと合流して、そのマリウス政権に反旗を翻そうとなんか企んでたらしいんですけど、まあちょっとなんかメテルスジュニアとね、クラッススがちょっとなんか意見があんま合わなくて、なんか潰されるみたいな感じになっちゃったらしいんですけど、そのぐらいの意気込みはあったらしいんですね。こうしてクラッススが参戦してくる。そしてこの時23歳くらいの若きポンペイウスも参戦している。これもあのポンペイウスですからね、三党政治の父ペイウスじゃないですからね。おー来ましたね、クラッススとポンペイウスがここでスルラ軍に加わってローマに向かって行くと、ね、ついに次世代のスターたちが登場してきた。いやいやワクワクしますね。いやマリウスが亡くなったと思ったらね、こういう人たちが出てきますからね。そして立ちはだかるのは若干二十歳のマリウスの息子なんですね。マリウスジュニアがマリウスの意志を継いで、マリウスに思いを託したね、その将軍たちもいるわけじゃないですか。そういった人たちを束ねて、さらにこうサムニウム人とかね、その同盟士の中でも特に情熱的でこう反抜族派的な連中も抱き込みつつスルラとの決戦となる。続きは次回。おーなるほど。いやーなんかね、スルラ対マリウスのね最終決戦も見たかったですけどね、まあそれは神々が許さなかったということなんでしょうけども。まあここでね、そのマリウスの意志を継いだマリウスジュニアがね、自ら立ってくるみたいな感じになるんです。まあ実際本当にね、なんか自分でこう呼びかけて軍団を集めるみたいな感じでね、まあマリウスと同じようなことをね、やったらしいんですよね。なかなかそういうね、気概はある人物だったんだなというところですよね。でまあここにね、まあサムニウム人とかがね参加してくるのもまた面白いですよね。さあこれでねどうなってしまうんでしょうか。そしてクラッススとかねポンペイウスとかのね活躍も楽しみですよね。どうやって彼らがこっから名を上げていくのか、見どころ満載ですね。ということで次回もお楽しみにしていただければと思います。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。